でもお疲れ様でございます。今回も XRP についてちょっとお話していこうかと思います。XRP がね、結構好意的に受け取られていることが結構今月は多かったものですから、この今ね、コインゲッコ、またヤモリのページを見てるわけですけども、主要の暗号通貨がこっちのグラフでね、 赤字をマークしている。要するに価格を落としている中でですね、カルダノと XRP は順調に価格を維持しているかなってところです。まあ、XRP にしてみると、60円前後で今ね、安定しているところと、カルダノはそうですね、まあ、50円いかないぐらいかなと、早くこれがね、 1>, 1ドル前後の方に持っていっていただければなと思うわけですけどもまあ今日の話題は XRP なんですが、まあ、60円から大きく外れないようにねちょっと前は55円まで下がったわけですけども反発してまた上昇してきたってところでまあ安心してるかなってところですね。 はい。で、次なんですけども、XRP 単体で見てると、やっぱ61円ぐらいで売りの圧力が入ってきたっていうところと、うん、あとはね、60円でも売りの圧力入ってますけども、逆に言うと、この58円前後とか55円とかでは、買いの圧力が入りやすいんですよね。ということで、レンジオプションというね、FX の手法を用いると、まあ、こういうふうに、57円から61円ぐらいまでのレンジが、かたどられるんではないかなと思います。まあ、つまり、この間でレンジオプションを引いていけば、利益は、 ちょっとねグイは細かく取っていけるかなと思いますけども、まあ、エクサルピンつきましてはねそんなね、えー、1円2年の上下を取るんじゃなくて今回はその SEC の訴訟についてどのぐらいの私たちはメリットを得れるのかってところにワンベットしていきたいかなってところですよねじゃあちょっと Twitter から拾っていきましょうかやっぱり SEC の訴訟のことがこういう風に話題になってますよね、うん、リップルを信じるることとができるかと、うん まあ、それについてね、1000リップルぐらいちょっと買ってトこうぜみたいなツイートもこの前ちょっと見たんですけども、まあ、1万 XRP ぐらいね、もっと期待ですよね、どうせなら。まあ、でも難しい方はね、1000XRP でもいいと思いますよ。うん、まあ、ちょっと先にどのぐらいになるかってことですけども、で、今回ね、あの、XRP、リップルについてなんですけども、まあ、正確にリップルと XRP ーで違うんですけどもね、まあ、同じだと思っても構いませんので、ちょっと記事を読んでみましょう。あディートンは、リップルにマネープログラム、 マネーグラムウエスタンンユニオのの送金手数料の削減を支援するようう要請したとい,うこ,とでございますこれが通るとさらにいいですよねリップルは4秒で10億ドル近くを処理してくれますわずかそのための経費は0.01ドルしか請求しないということでこれ素晴らしいじゃないですか、えー、暗号通貨弁護士ですかこれ暗号弁護士はリップルは XRP コミュニティに恩義があると述べているということで、まあ私もね、XRP につきましたものすごく好意的なんで、世界共通の、まあステーブルコインとしてね、使っていただければなと思うわけですけども、SEC の訴訟が明けると、まあそういった展望も見えてくるかなというふうに希望的観測を出しております。保証はできませんけどもね。で、訴訟が明けて、晴れて、XRP、やった万歳ってなると、世界中がこの通貨をね、使ってくれるみたいな。で、ちょっと、私もあんまり、 これを言うのは好ましくないかなと思いますけども、XRP の訴訟が明けると、ロシアがね、国際通貨決済に、この XRP を使い始めて、なんか市場回復を狙うんじゃないかなというふうなね、予測も立つかなと思いますけども、うーん、まあそこまでやるかなと思いますけどもね、どうなんでしょうね、うん。確かにロシアは今ね、スイ i f t 止められてますんで、 暗号通貨、特に XRP を使うとかなり資金回復はするんじゃないかなって気がしますけども、その辺どうなんでしょうかね。皆さんどう思われますかまた引き続き XRP についてはニュースを流していきますのでご期待ください。では。